皆さん、毎度ニューヨークでビール飲むりやってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi, a beer nomad in New York. 本日も一本ビールを紹介したいと思っております。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちら用意しました。本日ご紹介するビールは、ブロークンボーブリュワリーが作っている、マンゴーサワーです。これのフルネームがですね、ちょっと長いんですよね、That's just my face aged sour with mango bottle っていう、まあ長いやつなんですけど、居酒屋樹楽さんのラガービールを作ってくれている、ブロークンボーさんが作っている、マンゴーサワーになります。以前はですね、ラズベリーサワーを入れてたんですけど、今回は、マンゴーを注文して入れてみました。僕はこのマンゴーの方が、まあ、美味しいかなと思います。アルコール度数がですね、一応 7% ある、まあ、サワーで、まあ、まあ結構高め、サワーって結構高めなのかなって最近僕ちょっと思い始めたんですけど、サワーってもうちょっとこう低めのアルコール度数かなと思ってたんですけど、まあ、結構どのサワーもまあ、ね、アルコール度数が高めなんでちょっとびっくりしてるんですけど、なので今日はこれを飲んでいきたいと思います。それでは早速飲みたいと思います。乾杯。サワーあんまし僕飲まなかったんですよ。でも最近よく飲むようになって、このサワーはですね、その最初から口に入れた瞬間からうわ酸っぱいっていうわけではなく、口にまずマンゴーの甘さがふわーっと広がった後に飲むと、あ、サワーだっていう風に感じるようなサワーなんで、サワーが苦手な方でも飲めるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ以前の動画でも言いましたけど、結構酸っぱいもの大好きなんですよ。家で昆布茶とか作ってるぐらいなんで、家で作ってる昆布茶は本当に酸っぱいんですけど、昔から、お酢大好きで酢の物とかも大好きな人間だったんで、全然酸っぱいものに対しては抵抗はないんで飲めるんですけど、なぜかサワーにはいかなかったんですよ。多分サワーはビールの王道の味がしないから、そのビールの苦味とかモルトの味がしないんで飲まなかっただけなんですけど、全然美味しいなと思います。特にこれから暑くなってくる季節じゃないですか。ほらね、もう4月5月もう6月7月とかもう夏に入ってくると暑くなってくるんで、普通のビールも美味しいんですよ。暑い時にゴクゴクって飲む苦味とホップとモルトと、すごい美味しいのは分かるんですけど、まあ、これでも美味しいかなっていうふうには思います。そうですね、例えば仕事上がりとかはやっぱし日本で言ったら普通のドラフトビール、朝日、札幌、キリン、ね、オリオン、その方が美味しいと思うんですけど、例えば休日どっか外に出て昼間ぐらいから、まあ、休日か、まあ週末かに外に出て昼間からちょっと一杯なんか飲もうかっていう時になった時に、じゃあ何飲むって言った時に最初にやっぱこう選ぶのはなんかこういうさっぱり系のものを飲んでもいいんじゃないかなというような、まあサワーエールかなっていうふうに思います。そのブロークンボーブリュワリーさんはですね、樹楽のライスラガーをまず作っていただいているブリュワリーで、このライスラガーに関してはこの樹楽か、そのブロークンボーさんでしか飲めないライスラガーなんで、ぜひ試していただきたいなと思っております。あと一つね、もうずっと前からここのキヨさんと一緒に紹介したいブロークンボーさんが作ってるバーリーワインがあるんですけど、機会があったらやります。本当にすっごい美味しいなんで、皆さんにね本当に試していただきたいビールなんですよ。まあ僕自身もね、最近サワーを飲むようになって、サワーってこういうもんなんだっていうふうに思ったんですけど、まあサワーをあんま飲まない方はどうなんだろうな、難しい。ビールを飲む方にのっとってサワーっていうのはどういう存在なのかよくわからないんですけど、僕にとってはちょっと面白い存在なんですよね今。ちなみにこのブロークンボーさんのマンゴーサワーは、もしかしたら他マンハッタンどっかで飲めるのかもしれませんけど、日本食レストランでサワーを置いてるところはかなり少ないと思うんで、もしサワー好きな方おられましたら、ぜひぜひ居酒屋樹楽さんの方に来ていただいてですね、このマンゴーサワー試していただきたいなと思っております。非常にマンゴーの味も香りもするんで美味しいと思うんで、酸味はね上がってきます。酸っぱいと思います僕も。でもこの酸っぱさが美味しいのかななんて
最近思い始めました。以上、マンゴーサワーでした。名前を忘れた。マンゴーサワー。That's just my face is sour with mango bottom。 ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲むねの吉でした。 See you soon。